はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、潜在玉皿チャレンジやっていこうと思います。レベル4ですね。初見攻略していきましょう。なんか多分これね、周回用ダンジョンだから難易度は低めだとは思う、レベル4とはいえども。でこのダンジョンに関してなんだけど、なんかレベル1からレベル4まであって、レベル1とレベル2ははっきり言ってもうね、回る価値のないクソダンジョンなんだね。本当にスタミナ40とか使って落ちるのが指延長プラスとかそういう系っていう、もう最悪なんだけど、それに対して、レベル3が悪魔キラーがランダムで落ちて、レベル4がドラゴンキラーかながランダムで落ちるんだよね。だから意外と周回する価値があって、紙とかも落ちんのかな、ちょっと調べてみるか。そう、だから意外と周回する価値が高くて、でもその代わりね、スタミナがレベル3だと50、レベル4だと60かかるんだよね。そう、結構スタミナ消費量が多いから、回る上で、ちょっとまあ、そこがデメリットとしてあるし、特に無課金勢の人とか、あんまりスタミナ余裕がない人からしたら、まあ、異形の存在をね、普通にね、あのフレンドさんとかとマルチで回ってあげれば、あれ？そやん、追い打ちいないんだけどこの編成あれだ、バリリアの追い打ちをランキングダンジョン用のバリリア持ってきちゃった。こっちのバリリア追い打ちじゃなくてガドベルなんだよな、ちょミスったわ、ごめん。でもまあこれエアリス溜まるから大丈夫か。オッケー、溜めます。まあだからあれなんだよね、その時間効率求める人、俺みたいにパズドラ異形回るのめんどくさいなっていう人いると思うんだよ正直。俺そっちのタイプなんだけど、異形回るぐらいだったら普通に楽にキラー欲しいなっていう人いると思うんだよね。だそういう人からしたらかなり美味しいと思う。簡単にキラーゲットできるし、周回編成も組めるから。ちなみに周回編成動画の後半で紹介するけどね。だから意外とまあまずくはないんじゃないかなとは思います。てかちょっと見てみていいか、何キラーが落ちるんだろうね。レベル3は悪魔キラーってのは知ってたんだけど、ちょっとレベル4はあんま分かってないんだよな。レベル1からレベル4まであるからね。あったわ。レベル4ですね。レベル4が、あ、神キラーも落ちるんだ。あ、レベル4美味しいね。レベル4は半分、50% の確率で神キラーかドラゴンキラーどっちかが落ちる。これ意外と美味しい。あ、イルミナ使えばよかった。まあいいや。ちなみに、これレベル？あ、攻撃とバランスか。レベル4が攻撃キラー、バランスキラー、ドラゴンキラー、神キラー。イルミナ使おう。でレベル3が回復キラー、体力キラー、マシンキラー、悪魔キラーだって。え、でもレベル3体力も落ちるの？今のランドンでめっちゃ使えるじゃん。は？欲しいんだわ。ちょっと待って、後で回ろう。普通にありがたいの。だから周回勢の人からしたらかなり美味しいんではないでしょうか。はい。そんな感じでしたね。レベル4でも神ドラゴンバランス攻撃。もう神ドラゴン当たりだし、レベル3回復で体力、マシン、悪魔か。マシンと回復いらんけど、体力悪魔ほんと欲しいな。かなり、これはいいイベントなのでは。でもあれだよね、絶対異形回る人からしたらさ、は？え、でもやる意味ないじゃんってなりそうだよね、マジで。間違いね。異形回れるような人からしたら全然いらないもんね。まあ、めんどくさがりの人はね、ぜひ参考にしてってね、最後、編成。はい、これでぶっ倒していくと。で、ラスト。ウォレスか、なるほどな、ちょっとめんどくさいな。でも歯をびき溜まってるし、マデーもあるから、マデー使ってから歯をびき使って、はい、これで火が1234567891010個ある。あれ、これ勝ったのではやっぱあれだね、なんかこんだけ喋りながら勝てるってことは、まあ、当然だけど周回ダンジョンってこともあってダンジョン自体は簡単だね。はい、これで多分股間組んで倒せるでしょう。マジ強いからな。はい、突破ですね。はい、これでクリアしていきます。では、キラー石がね落ちたりとかっていうダンジョンになっております。はい、キラー石が落ちて、でプラス一応初回クリアの時にね、キラー結構もらえるんで、悪魔キラーね、もらえるんで、ぜひやってみてください。はい、そんなダンジョンとなっております。じゃあ、ここから周回編成紹介していきましょう。ん？何？魔法石の数が1個減ってる？ちょっと何言ってるかわかんない。はい、ということで、ここから周回編成の紹介していこうと思います。まずは、チェーンタムドラのレベル4の周回編成紹介していこうと思います。獅子若丸とオメガを使ってね、楽々に周回できる編成となっております。レベル4に関しては、ちょっとめんどくさいからね、パズル要素が必要になってくるので、完全に楽して周回したい方は、レベル3のね、編成を紹介するので、そちらをね、おすすめいたします。まあ、多少めんどくてもいいよっていう方はね、こっちでも全然いいと思います。はい、こっちはね、神キラーとドラゴンキラーが落ちるんですが、
まずオメガですね。オメガは直角性無効貫通に紙キラー2つつけてもらって、そして HP50% 歌舞伎継承です。今回は、卵焼きですね。まあサガチとかブシニャンとか何でも OK です。はい、とにかく HP50% 歌舞伎をアシストしてあげてください。でカラクリゴエモンにね遅延耐性継承で必ずお願いいたします。はい、でクジラにアサシン継承ですね。アサシンに関してはチョコラブとかでも OK です。これ多分別に天狗とかにしてもね、全然スキルブースト足りてるので問題はないと思います。はい、でカラトですね。カラトに関しては遅延耐性で OK です。でもう一体ウェルドール、こっちに関しても天狗とかでも OK です。ただねバリリアンにしちゃうとねシシワカブラのアシスト溜まっちゃうんで注意してね。で歯を吹き継承ですね。これに関してはボスで火の無効貫通組むようなんで、例えば二色陣とかでラスト火の無効貫通組んでもらっても全然 OK です。はい、非正正でお願いいたします。でラストシシワカブラには L 字ゲシ武器継承ですね。はい、そんな感じの編成となっております。編成難易度自体はね、まあちょっと歯を吹きがめんどくさいぐらいなんで、まあ歯を吹きに関しては別にね非正正なんでもいいんでね、かなり低い方だと思います。じゃあこの編成で実際にやっていきましょう。じゃあ実際にレベル4やっていきましょう。まずは1階層からですね、シシワカマル使っていきます。はい、シシワカマル使ってあげて闇の L 字組んで突破してあげてください。まあここは、まあ、大抵あると思うんでね、もしなかった場合盤面整理してあげてください。まあ回復を闇に変えて、かつ闇と回復がここ以下って場合の方が珍しいと思うんでね。はい、で2階層ですね、オメガ使ってあげてください。で火だけ残します。こんな感じ、火残して突破していくと、はい、これで OK ですね。で続きまして3階層火で突破していきます。はい、盤面に火ドロップ残ってるんでこんな感じで突破していくと、で4階層ですね、4階層火で突破していきます。ずっと火で突破するだけですね。2階層でね闇6使ってるんですけどね、3、4階層絶対残りの火6残ってるんでね、盤面上で必ず組めると思います。で5階層ですね、ここでカラクリゴエモン使います。このための遅延耐性、カラクリゴエモン使ってあげて、ここでアサシン使いますよと。でこんな感じで組んであげればこれで7コンボ OK ですね。はい、普通にずらしてあげれば OK です。こんな感じで突破していくと、で6階層に関しては、カラットからの火1コンボもしくは闇含む2コンボですね。今回は火1コンボでいきましょう。はい、闇の場合は2コンボしてあげてください。まあ盤面に残ってると思うんでそれで組んであげてください。なかったらシシワカマル使ってください。でラストですね、歯を使います。はい、歯を使ってあげて、はい、歯を使ってあげて火の無効貫通で突破していくと、これで終わりです。はい、こんな感じで周回できる編成となっております。さあこれでタイムと、見ていきましょう。まあ報酬に関してはこんな感じで、キラー石が落ちる神キラーありがとうございます。ありがてマジで本当にありがたいんだが、でこれでクリアタイムが、はい、1分41秒と1コンボしていく遠征なんでね、かなり早い方だと思います。ではこれでねキラー一種ね、なんだっけ、神ドラゴン、あと攻撃バランスかな、うん、神ドラゴン攻撃バランスから一種落ちるんでね、まあ周回とかめんどくさいなっていう方はぜひともこの編成使ってね回ってあげてください。あの異形とか回るのめんどい方はね、そんな感じの編成となっております。次レベル3いきましょう。はい、レベル3の編成はこんな感じですね。ラオに遅延さんつけてもらって不動明王継承、これもちろんチョコラブでも OK です。はい、で、ニゼックに遅延さん、ニゼックに遅延さん、でニゼックに遅延さん、ニゼック4体目は遅延はいりません。でアシストに関してはね、ニゼック4体のアシストでお邪魔耐性 100% にしてもらえればいいんでね、パオルーム2体つけるとか何でもいいんでお邪魔耐性2体にしてあげてください。一応ね4体目に関しては必ずアシストつけてあげてね、遅延耐性ついてないから必ずアシスト必須です。はい、で、最後ねフレンドのグリコに関しては遅延さんに不動明王もしくはチョコラブで OK、 そんな感じの編成です。ちなみにこっちでも OK です。こんな感じ、こっちに関しては、フレンドのグリコをエレンで代用する感じになりますが、これはねかなり編成難易度上がっちゃうので別にこっち使う必要は特にないかなと思います。はい、まあ一応ねこっち使うか、もしくはねこっちのグリコ編成使ってあげてください。じゃあ実際にやっていきましょう。じゃあ実際にやっていきます。こっちのメリットとしてはねめちゃ楽なんだよね本当に。はい、レベル3に関してはもうほぼほぼパズルなしで突破できます。いやそれは嘘かな、でもかなり楽だと思う。まず1階層2ゼック使ってあげて闇ずらしてあげてください。これで OK です。はい、間違えてもね初手で闇消さないように注意してね。はい、これで突破していきます。で2階層はい、ここでお邪魔耐性 100% なので爆弾弾いて2ゼック使って突破していくと、はい、これで OK ですね。2ゼック使って突破していきます。まあ一応お邪魔は消せなくてもいいからね、あれなんだけど、まあめんどくさいんでお邪魔も消しちゃいましょう。で3階層ですね、ここグリコがね悪魔キラーめっちゃ持ってるんで、はい、グリコの悪魔キラーで2ゼック使ってあげればご利用すると、大体1節でこれでグリコが、300万なんでプラスね30倍出るんでこんな感じで倒せます。はい、
で4階層グニーゼック使います。はい、ここね遅延耐性いりません。遅延耐性なくてもねこんな感じで大丈夫なんで、武器さえアシストしておいてもらえれば大丈夫です。今の滑舌やばいな。で、5万ダメージ突破していくと。で、5階層ですね。はい。で、こんな感じでちゃんと使っていけばね、スキルブーストバッジの場合は、はい、ニーゼック使って、ラオウ継承の不動明王が溜まります。で、これでずらしてあげれば、OK ですね。はい、こんな感じで。これで6個まで突破していきます。まあ、チョクラブの場合はね、しっかりと分割しながらコンボしてあげてください。お邪魔も分割してね。そしたら6個も組めると思います。はい。で、続きまして6階層。ここに関しては、まず1ターン目ね、0コンボしてあげてください。こんな感じで。はい。そしたらね、コンボ吸収してくるんで、ここで2ゼック使って、グリコに継承している不動明王をつけると。あ、使うと。で、ここもずらしてもらえれば OK。これで6コンボですね。はい。突破していくと。ずらしが2回かな。あと3回か、初手含めて。まあ、ちょっとめんどくさいけどね。それだけで OK です。で、ラストですね。ラストは普通に2ゼックリダチェン食らうんだけど、そのまま突破できます。どれがリダチェン食らっても大丈夫。2ゼックだからね。はい、2ゼック使ってあげて突破していきます。はい、こんな感じでね、周回できる編成となっております。かなり楽なんじゃないかな。で、まあ、これでね、キラーがもらえるので、まあ、回る価値は全然あると思います。はい、こっちがレベル3の周回編成ですね。まあ、レベル4、レベル3、どっちでもおすすめはしますが、まあ、個人的に速度はレベル4の方が速いので、圧倒的にね。まあ、個人的に回るなら別にレベル4でいいとは思います。ただレベル3に関してもね、全然回る価値はあるし楽だからね。まあ、どちらか好きな方回ってもらえればなと思います。そんな感じがね、今回の潜在玉田チャレンジの周回編成紹介でした。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。